今回はアキーヨというブランドから前回の AIO5 ライトに続き AIO5 プレイというスマートモニターを送っていただいたのでそのレビューをしたいと思います。スマートフォンを直接ハンドル周りにマウントしてしまうと、例えばスマートフォン自体の故障や落下、紛失の危険性などがあり、また昨今では夏場の暑さも相当なものとなっていますが、熱暴走によって停止してしまったりということがあるわけですが、こういったスマートモニターをハンドル周りにスマートフォン代わりとしてマウントしておけば、必要最低限スマートフォンの機能はこの画面の中で実現するようになっているので、そういったリスクやトラブルも回避できるといった商品になっています。筐体のデザインは前回の AIO5 ライトとほぼ同じですが、後ろを見ると少し薄くなっているような感じがします。また前回の AIO5 ライトはこの部分から3本のケーブル、そして GPS ユニットなどを含めると、まあ、4本のケーブルを接続しなくてはいけなかったのですが、今回は GPS はこの本体内に内蔵されているということなので、ケーブルも1本だけ、ハンドル周りがごちゃごちゃしにくかったり、あと取り回しという点でもかなりメリットがあるのではないかと思います。こちらは付属品が入った箱ですね。まず電源ケーブル、今回の AIO5 プレイでは正式に USB 給電がサポートされているということで、こちらの先端は USB タイプになってますね。そしてブラケット、これは前回の AIO5 ライトと同様のものと思われます。その他、車両から直接電源を取るためのケーブル、径の違うハンドルに対応するためのスペーサーですね。そして工具類、こういった結束バンドなども含まれています。これだけ付属品が充実しているので、とりあえずマウントするだけであれば買い足す必要があるものはないと思います。今回の AIO5 プレイではこの部分にもうすでに SD カードが刺さっているようです。またこちらにも USB Type-C のコネクターが相変わらず設けられています。パソコンで中身を確認したところでは、どうやら走行中のログなどを取るためにこの 8GB の SD カードは利用されているようです。今回は正式にこちらのケーブルからでも USB の給電がサポートされているので、直接は必要ないと思いますが、こんな感じでモバイルバッテリーから USB の Type-C でこの部分から給電すると、ちゃんと起動しました。こういったあたりの仕様も前作の AIO5 ライトと同様だと思われます。で、今回は正式に USB での給電がサポートされているということなので、この付属のケーブルを使ってまずはモバイルバッテリーをつないでみたいと思います。はい、すんなりと起動しました。ですので、例えば事前のセッティングなどは車両にマウントする前に手元で自宅でやってしまった方がスムーズではないかと思います。次に送っていただいたオプション品ですね。これは前回の AIO5 ライトの時もお見せしていますが、タイヤの空気圧センサーです。空気圧センサーも前回のものと全くデザインなども変更はありません。そしてリモコンですね。このオプションを使用すると操作性が上がったり、あと画面の汚れ防止などという点でも効果があるということは前回の動画でお届けした通りです。こちらの方も特にデザインなどの変わった様子はありません。従来通りだと思います。そしてこちらは、こういったシリコンの保護カバーですね。今はめてみましたけど、こんな感じで非常にすんなりとはまって、結構使い心地のいいカバーだと思います。本体のスイッチがちょっと飛び出ているので、そのための逃げであったりとか、あとこの本体下部のこのゴムカバーのこのタブですね。こう引き起こすタブ。そのための逃げもここの部分に作られていたりと、まあ、こういった単純なというかシンプルな製品ではありますが、こうピタッと本体に収まるようにちゃんと設計されている、これもなかなか好感が持てるポイントだと思います。これはガラスフィルムですね。液晶パネルの保護のためにカメラやスマートフォンの画面にはよく貼り付けますけれども、オプション設定されています。こんな感じでクリーニングキットもついてますね。ガラス製なので、こう結構しっかりとした手応えがあります。それではもうせっかくですから貼ってしまいたいと思います。
この貼ってみた感想としては、まあ、ガラスなんでしょうがないですが、個人的にはこういったツヤありよりもいわゆるアンチグレア反射防止タイプのフィルムの方が良かったかなとも、用途を考えるとそんな風にもちょっと思ってしまいますね。まあ、ただなかなか厚みもあってしっかりとしたフィルムで良いと思います。今回の AIO5 プレイでは正式に USB からの給電がサポートされたということで、その機能を使ってみたいと思います。私の車両はここに電源があるので、ここから電源を取ることもできるのですが、あえて今回はこのモバイルバッテリーで給電して使ってみたいと思います。モバイルバッテリーで安定して長時間の運用が可能であれば、6V 車やバッテリーレス車、場合によっては自転車でも使えるということになり、とても便利だと思います。それでは電源をつないでみます。はい。で、まあこれはお約束ですが、DFS のチェックが入りましたね。これは公共的な無線と干渉しないように実際に使うチャンネルをサーチしているわけですけれども、まあ、これは日本国内で使う上では仕方ないと思います。1分間かかるのでちょっと時間がかかりますが、まあ、こればかりはしょうがないなという感じですね。ただモバイルバッテリーで運用するということであれば、車両のイグニッションキーによる電源のオンオフとは関係なくなるので、この使い始めの1回だけ DFS のチェックを入れればいいということになるので、まあ、その点でもモバイルバッテリーでの運用はある意味合理的ではないかと思います。はい、チェックが終わりましたね。およそ300メートル先合流します。はい、今ナビの音声などをお届けするために最寄りの駅までのナビの順路を指定してあります。ナビの音声がちょっとうるさいので今音量を絞って聞こえないようになっていますが、やはりこういった気温の高い季節でも安定してナビが使える、そしてこの見やすい位置にマウントできるというのが、こういったスマートモニター最大のメリットではないかと思います。この AIO5 プレイの取り付けですが、ライトのようにカメラ機能を搭載しているわけではないのでとても簡単です。バイクの電装系をいじったりすることにあまり自信がないという方も、このモデルはこのようにケーブルが1本出ていて、そこに電源をつなぐだけですし、あとこのようにハンドル周りに電源がない場合でも、今の私のようにモバイルバッテリーで運用するという前提であれば、バイクの電気系を全くいじる必要すらありません。今日の私の状況も仮ですけれども、強いて苦労する点といえば、こういったネイキッドバイクでも標準のマウントだと、このように画面自体を見やすいところに設置してしまうとメーターを隠してしまうようなケースがあって、まあ、それをどのように回避するか、そのマウントする位置であったりとか方法、これに関しては最も時間がかかる部分なのではないかと思います。ただいずれにしても技術的には全く難しいところはないので、誰でも簡単に取り付けできると思います。画面の大きさやこのような日中の見やすさというのは AIO5 ライトに準ずるもので、今このように明るさが自動的に変わるのが分かったと思いますけれども、この周りの明るさに合わせてこの画面の明るさも自動的に調節されるようになっています。ですので今日も雲一つない晴天ということで、ものすごく眩しいんですが、このようにモニターをくっきりと見ることができます。また周囲の音がうるさいので確実とは言えないですが、まあ、例えば音声アシスタントを使ってナビに指示を出したり、あと電話の着信を受けたり、もしくはかけたりするというようなこともできるようになっています。また電話の着信やその電話の発信先などもこの画面上に表示されるので、そういう点もとても便利だと思います。またこの製品は基本的にはヘルメットにマウントしたインカムと連携して使うようになっていますが、
仮にインカムをヘルメットに装着していなかったとしても、このように画面でナビを見ることができるので、時と場合によってはインカムを使用しないという方もこういったナビ画面をとても便利に使えるのではないかと思います。また私はラジコオートというアンドロイドオートなどにも対応している FM 放送が聞けるアプリで、ラジオを聞きながら走ることもあるのですが、このようなリモコンがついていれば画面をこのようにタップすると危ないので、それをすることなく、このように私はそれで FMNAC5 専門なので、 FMNAC5 を指定すると、はい、このようにラジオを聞くことができます。著作権上の問題が生じるので今止めましたけども、まあ、このリモコンがあればこの画面をタップする必要がないのでとても便利だと思います。わかりますかね、画面上でこのように地図を拡大したり、あとこのように地図を少し引いていったりと、まあ、そういったですね、地図の拡大縮小などの操作も、まあ、このリモコンがあれば、まあ、走行中はなかなか難しいし、やるべきではないと思いますが、こういった画面をタップせずともできるので、まあ、そういう点ではね、繰り返しとなりますが、このリモコンは本当に便利だなと思います。あと、オプションの空気圧センサーも、これも余裕があれば選択した方が良いオプションではないかと思います。基本画面、ホーム画面に戻ると、ここに空気圧が、タイヤの空気圧が前後ともに表示されるようになっています。今、フロントが 2.2 で、リアが 2.6。先ほどからかなり走っているので少し空気圧が上がってきていますが、まあ、そういったこともほぼリアルタイムでこの部分で確認できるのでとても良い装備だと思います。ただ残念なのはこのナビ画面にしてしまうとタイヤの空気圧は表示されません。実際にはこのナビを見ながら走っている時間が長くなると思うので少しねナビの画面を狭めてもいいと思いますが、まあ、いずれにしてもこのナビ画面を見ている時でもタイヤの空気圧が確認できればなお良かったのではないかと思います。今ちょうど画面の話が出たので順番が前後しますがご紹介しておくと、まあ、これがナビなどを表示するアプリケーションの画面ですね。で切り替えると、まあ、これがメーター画面、速度であったりとか、あと先ほどのタイヤの空気圧と、今はモバイルバッテリーを接続しているのでここに USB と表示されていますが、通常であれば車両の電圧など、まあ、ただ実際にはこういったメーター画面やこのホーム画面を眺めているということは少なくて、おそらく多くの方がこういったアプリケーションを映すためのこの画面を見ることが多いのではないかと思います。あとその他送っていただいたオプション類ですが、まあ、ちょっと見えにくいですけれども、画面にはガラス製の保護フィルムで今実際に貼っているのですが、まあ、そうですね、個人的にはもっと反射を抑えたアンチグレアタイプの方が好みなのですが、もともとこの AIO5 プレイのこの画面というのは輝度が高くてとても見やすいので、まあ、若干テカテカと反射が多い気がしますが、このフィルムを貼ったからといって見にくくなるとかそういったことはないようです。あともう一つオプションを送っていただいたのですが、このシリコンゴム製のカバーですね、まあ、これはもちろん通常車両の保管時などこの機械を車両につけっぱなしにする人がこのようにかぶせておいて、まあ、例えば紫外線や風雨からこの機械を守る、保護するためのオプションだとは思うのですが、このモバイルバッテリーで運用しているときにはこのカバーとの相性が私はとてもいいと思っていて、それはなぜかというと、まあ、例えばツーリングではよくあると思いますが、観光地で5分ほどちょっと寄ってまた出発したいなどというときに、例えば車両から電源を取っているとこのようにイグニッションキーを切った瞬間に、まあ、車両からの電源供給が失われるので、この AIO5 プレイも切れてしまうわけですけれども、モバイルバッテリーであればこのように起動したままの状態を保つことができます。一回電源を落としてしまうと DFS のチェックがあるのでかなり時間がかかると。まあ、そういった時にですね、まあ、こうやって画面を消すだけでもいいんですけれども、まあ、場合によってはね、この画面が点灯したままでもこのようにカバーをパッとかぶせておけば、先ほどの DFS のチェックも入りませんし、パッと観光してすぐに出発などという時はこのカバーを外すだけで
またすぐに走り出すことができる。そこそこ高価な機械ですから、こういうものをむき出しにしておくというのは精神衛生上も良くないということで、このカバーもですね、そんなに高いオプションではないので、これも予算的に余裕がある方は一つ持っておいても良いのではないかと思います。AIO5 ライトと違ってカメラ機能は省略されているので、まず価格もそれなりにリーズナブルになっていますし、あとカメラがない分設置もとても簡単。おそらくこの手の作業に慣れている人であればすぐにこのようにハンドル周りにマウントして走り出すことができるのではないかと思います。他の車両への乗せ替えというのも AIO5 ライトと比べるととても簡単にできるのではないかと思います。前作の AIO5 ライトはオプションも含めると約10万円の商品ということで、スマートフォン自体を保護するためにこういったスマートモニターを買うという方がほとんどだと思いますが、そのスマートモニターがスマートフォンの端末よりも高いとか、それとほぼ同じぐらいの金額ということであれば、それはちょっと本末転倒というか、そういった気もしていて、そういう観点では私は需要の中心は高価な AIO5 ライトではなく、この AIO5 プレイの方なのではないかと思っています。おそらく多くのライダーにとってようやく待ち望んだ製品が出たといった感じではないでしょうか。一方、この製品のちょっと気になるところですが、それは何といってもこの取り付けるためのマウントが AIO5 ライトとまるで変わっていないということです。確かこの AIO5 プレイの開発の発表のアナウンスの時には、次の製品は簡単に取り外しができるようになりますよと謳っていたはずなのですが、実際に製品を手にしてみるとこのようにマウントに関しては特殊工具が必要な AIO5 ライトと全く同じということで、これに関してはですね、せっかく確かにこのケーブルも1本だけになったし、取り外し乗せ替えも簡単にできるはずなのに、製品のコンセプトとこのマウント、この手間のかかるマウントはどこかちぐはぐな感じがしています。あとこの製品は Bluetooth と Wi-Fi でスマートフォンと接続するようになっていますが、ケーブルによる有線のスマートフォンとの接続にも対応してくれれば、例えば Android のちょっと古い端末であったりとか、あと有線で接続するのであれば Wi-Fi は使わなくて済むので、先ほどの DFS の待ち時間などもなく、そういった有線の接続にも対応してくれればなお良かったのではないかと思います。ということで AIO5 の時も紹介しましたが、先ほどの何とも使いにくいマウントステーをこのように簡単に工具なしで取り外しできるクランプに変更してきました。ちょうどこのミラーの根元が太くなっているので、こういったクランプするときも位置をアレンジしやすいのではないかと思います。こんな感じでキュッとひねればかなりがっちりマウントできますし、あとこのように角度の微調節なども簡単にできます。ですので個人的には付属のステーを使うぐらいだったら、こういうサードパーティー製のものを組み合わせて使いやすいステーに変更した方が私は良いのではないかと思っています。またそういう使いにくさに関してはメーカーも認識しているようで、この筐体背面のボールを1インチに変更するオプションなども販売されています。すでにハンドル周りに1インチのボールを使ったボールジョイントがマウントされているよという方は、より簡単に乗せ替えができるのではないかと思います。先ほどと全く同じカメラアングルで撮影していますが、このモニターの搭載位置が上に上がったので視線の移動量が少なく、個人的には圧倒的に見やすくなったと感じています。特殊工具を使う標準のマウントステーは防犯対策になるというのがメーカーの主張ですが、例えばツーリングでホテルに着いた時、こういった比較的高価な機械をハンドル周りにマウントしたままにするよりは、簡単に取り外して部屋に持ち込むというのが防犯対策としてはより効果的なのではないかと思います。またこういったガジェット類というのはメーカー指定の方法で使うのが最も良いのかもしれませんが、その一方で私は自分なりに工夫してより使いやすい方法に改善していくというのも楽しみの一つではないかと思っています。なのでこの動画を見た皆さんも、もっといい乗せ替え方法があるとか、
いや標準のマウントステイにはあれはあれでいいところがあるんだとか、まあ、様々な意見あると思いますけれども、そういったことはぜひコメント欄に記入していただければと思います。カメラ機能を搭載した AIO5 ライトの言ってみればフルスペックの機能性というのも魅力的ではありますが、様々な車両に乗せ替えたり、あとは簡単に取り外して防犯対策に努めたりと、そういった使い勝手においてはやはり私はこの AIO5 プレイの方が AIO5 ライトを大きく上回っていると感じました。ということで今回はアキーヨというブランドから送っていただいたバイク用スマートモニター AIO5 プレイのテストをしました。それでは。